こんにちは、川瀬直美です。八木札の辻は江戸時代、奈良から吉野へ向かう中街道と大阪から伊勢へと続く伊勢街道が交わる地点で、江戸時代にはお伊勢参りの人々で賑わっていました。その様子は書物にも描かれていますが、辻に立っている家屋は今もその頃とほとんど変わっておらず、当時の六角形の井戸も町の片隅に残っています。古代の飛鳥、藤原京から平城京へと続く下津道が、江戸時代には中街道となり、難波から藤原京へ来る横小路が伊勢街道となりました。古代から続く道が現在の人々に利用されているというのは、全国的にも非常に珍しいことです。